業績書を受けられました中谷さん、そして、技術業績書を受けられましたファンさん、そして、特別賞を受けられました国の会社です。本当におめでとうございました。この賞は松野先生もおっしゃられましたけれども、おおむね40歳までの方対象にしております。まあ元宏が生きておれば今ちょうど40歳ということで、上限年齢ギリギリのところに、いたわけでございます。残念ながら受賞できません。昨年ほどレスキューロボットが注目を浴びたことはないんではないかと思います。阪神大震災の時はまだレスキューロボットはございませんでした。レスキュー分野そのものがございませんでした。で、東日本大震災は、阪神大震災とその災害の様相が全く違うわけでございまして、津波と原発でございます。で、今回受賞された皆さん方は、被災地で水中であるいは陸上で、活動をされてきた方でございます。本当にご苦労様でございました。今年、東海地震の起きる確率が 1% 高くなりました。30年で 88% という確率になりました。で、東海地震の他に東南海、南海地震というのがありまして、三連動で起きるということも大変心配されておるわけでございます。そういう意味でこれからますますレスキューの研究というのは期待をされていることはますます期待されると思います。で、ここにお集まりのレスキュー研究を切り開いてこられました先生方、そして、歴代の基礎元宏賞の受賞者の方々、そうした方々が核になって、レスキュー分野の研究がますます発展することを私は心から願っております。で、今日は田所先生が、松本先生おめでとうございますけど、IIS 会長の田所先生、そして今後、本実行委員会の委員長である松本先生、そして選考委員の先生方、改めましてここに厚くお礼を申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。